ポップル。今回は1月26日に実装される新ボスガーディアンエンジェルスライムの倒し方を教えちゃうよ。キノコの説明をよーく聞くプルよ。わー、この子がガーディアンエンジェルスライムプルね。見た目は可愛いけど、古代スライム遺跡の守護者で自信満々な手ごわいやつプルよ。このボス、ダメージを与えにくい上にちょっとずつ HP を回復して強すぎるから攻略法を教えるプル。まずは岩みたいな形のマグマスライムをボス戦の専用スキルを使って吹っ飛ばしながら地上の4隅に設置されているゲートを塞いでいくプル。専用スキルはマップ上部のバーの横にあるスライムマークをチェック。スライムマークが溜まった状態で NPC 最終キーを押すと発動するプルよ。上キー下キーを押しながらゲートめがけてマグマスライムを飛ばしてゲートを封鎖してほしいプル。ゲートの封鎖には3体以上を重ねないとダメプル。上手に操作しないと変な方向に飛んでいくから注意プル。しばらくするとスライムの濁流が押し寄せてくるから、そしたら地下フェーズが開始するプル。地上で封鎖したゲートと同じ色の地下のゲートにスライムの濁流を流し込めばまずは成功プル。スライムの濁流の流れは専用スキルでクリスタルの壁を設置して誘導するプルよ。このスキルも NPC 最終キーで使えるプル。スライムの濁流は何もしないと一番近いゲートに入っていっちゃうので気をつけるプル。スライムの濁流に巻き込まれると流されちゃう上に一定時間スキルも封印されるので要注意プル。それとヘイロースライムっていうやつがいるプルが、この子を5体倒すと強制的にスライムの濁流が発生するのも覚えておくプル。そしてスライムを流し込むことに成功すると地上のゲートを塞いだマグマスライムが爆発してガーディアンエンジェルスライムがピヨピヨ状態になるプル。ピヨピヨ中は HP が回復しないのでここで一気に攻撃するプル。地下フェーズはマグマスライムが2回爆発するか、ゲートが3回スライムを流し込むかで終了プル。また地下フェーズの終了時に制限時間内に地上に移動しないと死んじゃうので注意するプル。みんな、新ボスガーディアンエンジェルスライム倒せそうプルか？とても可愛いのに強い侮れないスライムプルね。このボス戦への参加方法はこちらプル。倒しがいのあるボスなので、みんなで協力して挑戦してみてほしいプル。じゃあまたキノコのお知らせをお届けする予定なので、それまでバイバイプル。